はい、プロになるために最も必要な才能とはどんなことでしょうか。はい、そうですね、プロになるためだったら多分才能がないことを逃げ道にしない才能かな才能、あ、もう一度お願いします。才能がないこと、はい、才能がないことを逃げ道にしない才能、逃げ道にしないな才能ですね。才能がないことを逃げ道にしない才能、はい、うん、なんかまあいろんなね、小説志望者の方を見てきましたけれども、うん、なんでそのなんか数回落ちただけで才能がないって言って筆を折るのかよくわからなくて、うん、書いてりゃ上手くなっていくし、どんどん分かってくることもあるのに、なぜそこでおるんだろうって本当に意味が分からなくて、で自分でその才能がないって見切りをつけて逃げちゃうのがもったいないなと思ってて、結構本当に上手い方とかもいらっしゃったの で、うん、でなんでそんなことをするんだろうって本当に分からないんですけれども、才能があったらね、そんなのが一発でもう楽しい、本当に人生で初めて書いた小説でデビューしちゃいましたっていうことになるので、うん、もうそうじゃなかったら才能ないんだから、そんないちいち絶望しなくていいのにと思ってだからそうやってまあなんか書き続けた人だけがね、いつかプロになるかもしれないので、うん、だからそうやって筆を折ることって本当にもったいないから、そこを逃げ道にしないことですね、うん、あともひたすら書くことですね、まあ続けることと、うん、そうですね、うん、こうみんな、あみんな毎回プロ言うことは一緒だろそうですかみんな言うことは一緒、続けることが大切